ち上がりだした。何にも持たずに二人歩幅合わせながら、右左確認しながら、雲の隙間の空から溢れた好記憶、日がまた昇り沈んでもしまいきれないね。二人のメモリー、お揃いのラブリー、君の指にそっとはめるよ。明日感じながら青空の下、君は微笑む僕の隣で、君の手を握る、目を合わす、お日様が笑った、あの日二人で植えたひまわり、来年も咲かせよう。二人の未来のつぼみがたくさん花開くように、長い淡い暮らしの中で忘れかけた思い。さあ今回は、僕たちのデビューシングル「ひまわり」がイベントのテーマソングとなってる源氏の里ひまわり祭さんの種まき会場に来ております。種まき会場に来ております。噛んじゃった、いきなりスタート。ちょっと大丈夫？やばいね、これやばいね、はい、もうね、曇ってるんですけど、ギリギリ雨が降ってないので、はい、もう種まきにはね、もう最適な温度なんじゃないかなと。暑すぎずって感じなんですけども、僕たちももう長靴履きまして、もうバッチリバッチリ準備が OK ということで、今から種まいていこうと思います。それでは行ってきます。今からですね、種をまく会場に向かっているわけなんですけど、今日は小学生も手伝ってくれて、みんなで種をまいていこうと思います。一番向こう？まだ待ってないよ、並んでからやるか。終わったらもう行って、並んでから一列でやったら分かりやすいじゃん。種ゲットしました。これを地に巻いてきますよ、今から。だって100メートルだね、100メートル、100メートル、100メートルだね、まだ。これを見てください、去年取れた種なわけなんですけど、とってもこうひまわりらしいですね。こう本当に大きい種がたくさんいっぱいあって、本当に元気なひまわりが育つんじゃないかなと思います。結構こう種がすごい入ってるんですけど、こう長さがすごくあるんで、どれぐらい一回にまけばいいか全然わからないっていう感じですね。今半分ぐらいなんですけど、ちょうどあと半分残ってるんで、ちょっとここからバンバン巻いてみますよ。空っぽになっちゃいました。まあなかなかこの面積ちょうどよくですね、このバケツ一杯巻くっていうのが難しくて、あ、僕はちょっと足りなかったですね、失敗しちゃいました。まあ僕とトムはぴったりです、バッチリです。ただここから向こうまでこれから巻いてきますんで、次はぴったりで、次ぴったりでね行きたいと思います。出た、あバケツ2杯目もらいました。今から2面目を巻いていこうと思います。次はうまく巻けるかな、どうかな、どうかな頑張るよ。おう、巻いたことあるの今まで？ない。ない、今日初めて。お兄さんも初めてなんか初めて。女の子たち2回目って上手なの巻くの。5年と6年はね、去年も踊りました。そうなんだ。これは4年からだ。あ、4年から来るんだ、4年生から来るんだ、みんな。俺ら今4年生。4年生。よし、じゃあ一緒に頑張ろうね。おう。子供たち早いです。もう行っちゃいました。一緒に巻こうって言ってたのに、ちょっと僕も頑張って追いつきます。急遽
急遽一番端にやってまいりましたんで、まんべんなく巻いてきたと思います。だってただバーって巻くだけ。うまくちょうどですね、巻き切れました。次3年目行ってみようと思います。まあ普通にできますけどね。カメラさん見てください、あのしましま、しましま麦わら帽子、まだ一人でやっております。まあ置いていきましょうか、俺ら次行こうか。行きましょうかね。見てください、今ですねトラクターが畑を耕してるんですけど、まあ、こんだけのね広大な面積なので表面にですね今種をまきました。それをですねやっぱ土の中に入れなくちゃいけないということで、今トラクターによってこう種がですね土の中に今混ざってるわけなんですよ。見てください、どうですか種まき今ね、3列目終わって順調に、うん、はい、3つ分もう巻き終わりましたよ。おお、すごいですね。珍しくゆうきカメラマンじゃん。そうなんですよ、今カメラマンさんがですねちょっと出かけたのでカメラ変わったわけなんですけど、うん、面白いですね。これももう子供たちが早いですよ。早いよね、めちゃくちゃ早い。子供たちについていかないと。ちょっと行きますか、向こうじゃ。行きますかね、行ってらっしゃい。あれ、ちょっとカメラマン、ちょっと、あ、俺も行く。今ですね、3面積、巻き終わりまして、4面積目まで、移動中なんですけど、とっても純と友の後ろ姿を見てますと、もう本当にはしゃいでる子供のように感じるわけなんですけど、この後も楽しく種まきやっていこうと思います。2回目です。楽しいです。今年も上手にできました。すみませんでした。見たいです。はい、今ですね僕も種まきにまた戻ってきたわけなんですけど、やっぱりですね、こうね、こうパッとこう巻くわけなんで、大丈夫ですか？もう一回いきますね。パッと巻くわけなんで、すごいこうストレス発散になって楽しいななんて思ってるわけなんですけど、もうちょっと楽しんでこようと思います。はい、今回はマナボの、知りたい、聞きたい、学びたいということで、TOEIC の SW テストということで本間先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。TOEIC の SW テストっていうと、今までTOEICというものは、はい、あの比較的いろんな人が聞いていると思うんですけども、SW テストというのは、実は聞いたことがなくて。そうですね。これはどんなテストなんですか？あのこれスピーキングとライティングのテストで、あの SW テストというふうに言うわけなんですけれども、あの普通のTOEICっていうのはリスニングとリーディングのテストなんですね。そうですね、はい。で TOEIC 今、まあ、非常に広まって178万人も受験してると。そんなにいるんですね。そうで TOEIC のスコアは高いんだけれども、実際ビジネスの現場に行くと話せないって人もいるっていうんで、じゃあ、はい、そのスピーキングライティングっていうのも測定しようということでですね、これ実際にこうコンピューターで受験をするっていうテストなんですよ。はい、はい。で、まあ、実際リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングっていうのをですね総合的に行っていくと、まあ、英語の実力がついていくよね。でその実力を磨くためのee ラーニングのプログラムをですね、まあ、今回作らせていただいた。なるほどですね。TOEIC の SW テスト自体は
かなりあのスピーキングライティングというふうにあるんですけど、テストはそのコンピューターに書き込むんですか？そうなんです。実際にですね、まあ、インターネットベーストトレーニングテスティングということで、はい、受験者一人一人の前にコンピューターがあってですね、でヘッドセットで、ここにマイクがあって音を吹き込んだり、あるいは実際にキーボードで文字を打ち込んだりしてですね、はい、それで入力していくという、まあ、そういう試験なんですね。今回本間先生が作られたこの SW テストなんの e ラーニング版があると聞いたんですけれども、そうなんです。これはどうして本間先生 e ラーニングにしようとしたんですか？やっぱりですね、本を読んで、あるいはその問題集をやってもいいんですけれども、実際にその絵を見て、まあ、後で実際長谷川さんにやっていただきたいと思いますが、声を出してみるとか、はい、実際にこう書いてみる、キーボードで打ち込んでみるっていうことをやってみた方が、はい、実力がつくと。なるほど。そのじっくり考えてっていうよりはむしろ反射神経レベルでパッと言う、実際にちょっとやってみません？いや、はい、やってみます。じゃあ、はい、例えばですね、この写真を見て30秒間その状況をですね、これ何の打ち合わせもなしにやっていただくんですが、はい、描写してみてください。はい、この映像です。どうぞ。はい、エアプレーン、エアプレーンいいですね。エンジニアリング、エンジニアリング、エンジン、エンジン、はい、and night、night、はい、グラウンド、こんな感じ。ちょっと文章も言っていただけません？これ何やってるところでしょうね。The airplane is now repairing。リペアリング、修理しちゃってる、いいですね。on the ground。on the ground、はい、素晴らしい。ありがとうございました。てな感じで、これはいきなりですね、この写真1枚を見てその映像情報を言語化するってなかなか大変な、今どうでしたか？これは焦りますね。突然練習なくはなかなかできないなと思いました。そうですね。ですから実際ですね、私が今回ご用意した e ラーニングのプログラムの中では何枚もこう写真を見ていただく、これでそれをその言語化していくっていうですね、トレーニングをしていくんですね。これスピーキングの中でも写真を見て喋ってくださいっていう問題と、はいはい、写真を見て文章を作ってくださいっていうライティングの問題と、まあ、両方出るんですけれども。なるほど。つまりあれですね、 e ラーニングなので途中で止めて、ここで例えば本間先生が正解を言う前に自分で言ってみるということなんですね。そうなんです、そうなんです。なるほど、なるほど。で今正解っていうことをおっしゃいましたけれども、あくまでも回答例で、はい、ジャイルズさん、ジャイルズマリーさんっていうネイティブのですね、はい、方にもスタジオに来ていただいて、これなら OK、 これはもうちょっとこうした方がいいなっていうような、もうネイティブの感覚から見て、コメントいただきますけれども、まあ、正解は無数に存在するんで、これ実際採点する方は大変だと思うんですけれども、はい、e ラーニングでですね、まあ、どんな風にやるのか気になります？気になりますはい、そしたら、ちょっと見せていただいてもいいですか？はい、それでは実際にどんな e ラーニングのプログラムになるのか、内容をご覧ください。どうぞ。ジャイルズさんが質問し、野中さんに答えていただきます。それではどうぞ。 What means of transportation do you usually use in commuting? I usually use train, JR line. Okay, and describeHow you would like that means of transportation to be improved? Sometimes train is so crowded, especially in the morning. So, I want to private train. Okay, thank you. はい、ありがとうございました。ジェイズさんも真ん中に来てください。最後すごい大胆な答え言ってましたね。ちょっと質問文を見てみたいと思います。 What means of transportation do you usually use in commuting? Means、 これ mean っていうのは意味っていうような意味もありますけど、 means、 S がついて手段とか道具っていう意味になります。 means of transportation で、交通手段という、まあ、決まった言い方ですね。はい、どうでしたか今？いや、これは実際に生徒さんもいるので、自分もこれぐらいしか言えないなというのもやっぱりありますし、これで今までは例えば勉強っていうと紙に書いたり覚えたりすることだったと思うんですけども、はい、これは自分で喋るっていうことがメインになっているので、ある意味今までとは違ったところの訓練だなと思いました。そうですね、やはりその、はい、TOEIC の SW テスト自体が発信力を
問う発信力を測定するプログラムなので、はい、実際にこの e ラーニングの活用にあたってもですね、まあ、ご覧いただきながら、はい、まあ、シャドーイング、そのセリフをですね声に出していただくとか、そういうトレーニングの材料として、はい、ご活用いただけるといいんじゃないかな。このテストをのために勉強すると実際にビジネス英語、ビジネスコミュニケーション能力が高まりますので、はい、ぜひですね、チャレンジしていただきたいというふうに思っています。はい、では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、誰かが晴れた空見て、あの日二人で植えたひまわり、来年も咲かせよう、二人の未来のつぼみがたくさん花開くように。街のせいにするのはもう飽きた、何かを変えなきゃ変わらない、何かをしなきゃ始まらない、この街の空もこの雨も心の映し鏡、常識や秩序に埋もれて本当の自分失ったら、僕らはロボット、カメレオンかな、らのフォーマー、この世界はメリーゴーラン、本当の自分見つけてごらん、答えは誰も教えちゃくれないぜ、もっともっと
笑みながら歩いてゆく。同じ時の中を過ごすうちに心一人寝に惹かれ合ってた。未来のつぼみがたくさんあら開く。